はい、皆さんこんにちは、亀の形です。はい、今回ですね、ペンテルさんが昔出してた魅力的なシャーペンを紹介したいなと思います。はい、今回ね、皆さんに紹介するやつ、まあ残念ながらこの動画を収録している2021年7月現在廃盤になっちゃってるやつになります。でもですね、たまにですね、お店で会ってね、見かけることもありますし、まあメルカリとかヤフオクとかに振ってね、まあそんなに高くない価格で出てたりもするんで、もしですね、今回の動画見ていただいてね、あ、気に入った、これ面白い、あ、これ素敵って思われた方はね、お早めにまあ確保していただけるといいなと思います。はい、で、今回ね、紹介するやつ、おそらくまあシャーペンだけなのかな、まあボールペンは出てないやつになるかなと思います。でね、結構ね、なんか形とか、もうパッと見の見た目がすごい素敵で、あとはね、いろいろなんか話したりするのも、まあ面白かったりするやつだったりもして、まあ、個人的にはまあ値段、まあ高いやつにやっぱり目が行きがちだったりするんですけど、はい、この安いやつもね、まあ、個人的にいいんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じでね、まあ、新しいやつじゃなくて、まあ、過去のね、ちょっと癖があるようなやつとか、まあ、そういうのに目を向けてあげるというのも、これもまた一つのね、文房具の醍醐味なんじゃないかなと思ったりもします。はい、ということでね、まあ、今回の動画もね、まあ、ぜひまあ気軽な気分でね、見ていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでね、今回ね、皆さんに紹介するやつがこちらになります。じゃーん、はい、こちらなんですよね。じゃあちょっと拡大の方していきましょうか。グーッと、はい、今回ね、皆さんに紹介するやつがペンテルさんが、まあ、昔出されてたシェイクというやつになります。これね、シェイクなんですけどね、なんかこのマークがね、なんか背びれみたいにね、見えてね、はじめこれシャークかなって思ってたんですけど、これシェイクですね。でもこれなんかまあ、読み方によってはシャケってなんか読めるかもしれないんでね、なんかまあお魚好きな人にはね、これなんかおすすめしたいなと個人的にまあ思ったりもします。はい、というふうなね、感じはこんな感じになってるんですけど、今わかりましたかね、これ面白いところなんですけど、これペンをね、こういうふうに傾けると、ここの内部のところですね、なんか動いてますよね。はい、ここのところがね、なんと大きなこういうふうな窓になってるんですよね。で、ここのところもプラスチック、透明なやつが使われてます。はい、で、これ中のところなんですけどね、こんな感じで、はい、長いスプリングですね、が入ってる構造になってます。で、これ後にもね、まあ、自分がイラストに起こしたやつがあるんですけど、4色ほど色があります。で、このピンクのやつの中には、こんな感じの紫色の、はい、こんなスプリングが入ってるというような、まあ、こんな面白い構造になってます。はい、で、これがですね、シャーペンなんですけど、これ先端が出てないですよね。はい、そうなんですよね。じゃあこれのね、使い方をね、ちょっと皆さんに紹介したいなと思います。実はこれね、上のところはこういうふうにノックすることができます。はい、こうしてあげると先端がこういうふうに出てきます。ただですね、この先端がなんですけど、はい、まあ、こんな感じでね、ちょっとプラスチックになってるんですよね。で、ここのところからガイドパイプがあるわけでもなく、こういうふうに芯が直で出てくるというような、まあ、ちょっとこれ耐久性にどうかなというところなんですけど、まあそんなにこの商品自体がまあ高くないんでね、まあ、こういうのもまあありなんじゃないかなという、まあ、一つですね。はい、まあ、こんな感じになっております。ということで、まず1個目ですね。はい、ここのところに先端の収納がついてるっていうところが、まあ一つのポイントになります。で、ここのところのね、はい、このスプリングなんですけど、まあ、軽くこういう風な感じで、まあ、傾けるだけでは先っぽの芯が出てこないんですけど、これをカタカタカタってこういう風に振ります。するとですね、こういう風に先端がこういう風に出てくるという、はい、これまあいろんなメーカーがまあいろんな名前つけたりもしてるんですけど、はい、まあ、今回のね、このペンテルさんの場合はこれはですね、はい、シェイクノック機構っていう風にね、まあ呼んでる感じになります。例えばパイロットさんだとね、フレフレって言ったりとかしたりするんですけど、まあこの機能がついてるという感じになります。あとはですね、ここのところ通常にこういう風にノックすることができるね、まあ、ノック式の機構もまあ兼ねてるという風な、まあ、こんな感じの機能を持ったシャーペンになります。はい、あとはですね、ここのところご覧ください。はい、グリップがね、非常に独特の構造をしてます。まあ、これがもうボディにこういう風に練り込むような感じになってるという感じで、はい、結構複雑な感じになってます。これ結構そうですね、まあ、工具とか、あとは歯ブラシとかでこういうのを見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、これ二色成形っていう、はい、そういう風な技術が使われてます。はい、なんでノック式の機構と、あとはこのクッて出るね、シェイクノック機構がついてるのと、あとはこの二色成形、あとはこの先端ですね、はい、もう収納がついてるよみたいな感じで、結構いろいろね、これ詰まったやつになります。
書いてるような、ね、感じはね、結構癖が強いような感じなんですけど、見た目が非常に美しいデザインがされてて、個人的に結構好きなやつなんですよね。じゃあちょっとあの上のところをね、見ていきましょうか。はい、ここのところに型番とかいろいろなことが書いてあるので、ここを見ていきたいなと思います。まあ、まずはですね、ここのところを見てみると、ペンテル。これシェイクって書いてあるんですけどね、なんかここのところなんかこういう風に、ね、尖ったようなかっこいいマークがついてます。これね、なんか遠目で見るとね、なんか個人的にはなんか海でなんかあのサメが背びれをなんか出してるみたいな感じなんで、これ初めあのシャークかなって思ったんですけどね、これあのシェイクになってます。でもこれあのまあ読んでみるとなんかシャケットも読めなくもないかなみたいな感じなんで、うん、個人的にまあお魚好きな方とかね、まあこれどうなのかなとか思ったりもします。でここのところですね、まあ AS305 って書いてあって、この後にね QJ って書いてあるんですけど、うん、この QJ はどうなのかな、ちょっと個人的にはよくわかんないんですけど、まあ金型の番号なんかちょっとなんかそういう風なやつなんじゃないかなって思います。まあこれは今でもなんかあったりしますね、ペンテルさんのやつ。はい、でまあここのところがまあ 0.5 って印刷されてるんですけど、まあ 0.5 ミリになってる感じです。でまあペンテルのマークはまあ今現在のやつですね。まあ後でちょっとこれがあのどんな感じのやつかっていうのはちょっとまとめたやつがあるんで出したいなと思います。まあ、後ろのところを見てみるとこんな感じになってます。まあ、シャープ 0.5 AS305 の P、 あ、まあ、このの P のところがまあこれピンク色なんで、まあピンクなんじゃないかなという感じですね。でまあ、これ後ろのところ、はい、こう後部をノックして先端パイプを出してからシェイクしてくださいという感じで、まあ、先端のこの収納機能があるよということが、まあ、ここのところで書かれている感じです。まあ、メイドインチャイナになってて、これ250円。はい、まあ、これ250円にまあ税が入るという感じですね。まあ、当時はまだこれ発売されてた時、消費税がまあ 10% じゃない頃だったんですけど、はい、まあ、一応これあの、まあ、消費税抜きだとまあ250円になっているという感じになります。まあ、色に関してはね、あの自分がちょっとまとめたやつがあるんで、それを出したいなと思います。でね、これね、ここのところなんですよね。ここがね、ちょっとね、この商品、欠点なんですよね。はい、まあ、なんかと言いますとね、ここのところがね、まあ、実は消しゴムにこれなってるんですけど、消しゴムはなんとむき出しになってる状態なんですよね。はい、まあ、そのまま消しゴムでこういうふうに消すことができるというふうな、まあ、利点はあるものの、これね、だんだんこういうふうに、まあ、年月が経つと劣化していくんですよね。で、この形状ですね、これがね、かなりね、独特なんですよね。まあ、こういうふうになってて、まあ、これを、ポンって取ると、まあ、ここのところから芯を補充できるんですけど、いかんせんここのところがこれ直でゴムなんですよね。でこれね、もうだいぶこれ年月が経ってるんですけど、なんか触るとちょっとね、ねっちょりしてるというか、ちょっとそういう風なね感触があったりするんですよね。うん、まあ、ブリード現象って言ったりとか、まあ、難しい言葉ではするんですけど、うん、なんかそんな感じになってるかなという感じです。あとはですね、この消しゴムなんですけどね、これ何でもいいかなと思いきやちょっと変わってて、これ角度をねちょっとこういう風に横にしてみると分かりますかね、これ若干こういう風にずれるんですよね。はい、実はですね、この消しゴムなんですけど、若干ね、これ普通に綺麗な丸になってなくて、実はこれ楕円に若干なってるんですよね。そこのところもね、かなり特殊なところです。なんでね、この消しゴムってね、結構これ特殊な消しゴムなんですよね。で、当時なんですけど、これ専用消しゴムって実は別売で売られてた感じなんですけど、まあそれがもう専用になっちゃうというところ。まあここのところがね、ちょっとデメリットなところですね。はい。じゃあですね、これちょっと実際まあシェイクして出してみましょうか。はい、ここのところにこういうふうにバネがこういうふうに動いているんですけど、まあこういうふうにまあ軽い力では、まあ先端は出てこないです。まあこれをですね、はい、こんな感じでカシャ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 振ると、まあ先端がこんな感じでまあ出てくるような、まあこんな感じになっております。これはフレフレ機構を搭載しているとか、まあこういうふうに振って出るやつ、まあ搭載しているシャーペン、これはどれも全部こんな感じですね。はい、まあこんな感じなんですけど、まあこういうふうに振って出せるっていう、まあ面白い点があるものの、そうですね、ちょっとカチャカチャ音がするということで、まあ授業中とかどうかなというところはあったりすると思いますですね。まあデザイン的なところなんですけど、これね、結構この辺とか凝ってるんですよね。わかりますかね、これ口金のところとかね、なんかこういうふうに切り込みがなんか入ったりしてるんですよね。わかりますかね、ここのところがこういう風になんかちょっと切り込みが入ってたり、グリップのところもこういう感じでちょっと複雑なこんな感じになってます。なんでこれ持った感じもね、結構ちょっと、うん、独特のいい感じになってます。で、まあ、こんな感じで、まあ、グリップもなんかこういう風に変わった形をしてて、でこのボディのところのこのくびれとかですね、はい、ここのところの切り込みとか、これ結構スタイリッシュで綺麗ですよね。なんかまるでスーパーカーとかでなんかエキゾチックななんかこういう風な削り方とかしてるやつがあるんですけど、まるでそれを彷彿とさせるようなね、なんかこの流線形のフォルムっていうのが非常にこれが個人的にデザイン的に好きな感じになっております。
はい、ということでね、じゃあちょっと実際に書いてみましょうか。はい、まあ、せっかくなんでちょっと振ってこういう風に芯を出してみて書いてみたいなと思います。はい、まあ、視認性に関してはこんな感じになります。案外ですね、ここの部分が長かったりするんで、はい、まあ、視認性は結構いいんじゃないかなと思います。まあ、ガイドパイプがねここないんで、まあ、一見なんかそんなになさそうな感じがするんですけど、割とこういう風に手元が見やすいような感じになっております。まあ、重さに関してはですね、じゃあちょっと測りの方を出してみたいなと思います。まあ、オンにしてみまして、はい、乗せてみるんですけど、まあ、13g ですね。まあ、普通の一般的な、まあ、シャーペンぐらいなんじゃないかなと思います。重心に関してはどのあたりにあるかと言いますと、よいしょと、はい、まあ、このあたりですね、はい、まあ、ちょうどど真ん中あたりぐらいにあるかなと思います。まあ、このフレフレのこのね、あのパーツの位置によってちょっとこれ変わってくるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、大体真ん中ぐらいかな、はい、うん、まあ、真ん中ぐらいにあるんじゃないかなという感じですね。はい、まあ、大体こんな感じの見た目になってます。まあ、こういう風に持ってみてもそんなに後ろに持っていかれるということもない感じで、まあ、長さに関してもまあ普通のシャーペンと同じぐらいの長さかなという感じになってます。じゃあですね、まあ、空張り、これ他にどんなやつがあったかっていうのを、まあ、自分イラストに起こしたりとか、あとはですね、他のこの情報みたいなのがあったりするんで、まあ、それを出したいなと思います。はい、それがこちらになります。はい、まあ、今回のね、まあ、紹介、まあ、今ずっとしてきたやつが、まあ、このペンテルのシェイクっていうやつのこのピンク色のやつになります。これ発売になったのが2010年の2月です。で、まあ、神経に関してはこれ 0.5 ミリっていう感じになってます。で、価格に関してなんですけど、まあ、250円。これ当時ね、消費税 5% だったんで、まあ、消費税価格っていうのがまあネットに載ってまして、それが262円っていう感じになってます。で、オプションとしてね、これ専用の替え消しゴム、これ別売なんですが、1パック2個入りで、まあ、販売されてたようです。で、これ空張りで、これ白のやつとこれ黒の消しゴムがあったんで、これ白と黒っていう風な感じで、まあ、2種類あったみたいです。で、空張りに関してはなんですけど、これちょっと順番になってないんですけど、ブルーがこれですね。で、ライムグリーンがこれになってます。で、オレンジがこれになってて、ピンクがこれになってる感じです。でもですね、これ中の色がですね、まあ、このピンクのやつは中のこのバネのところが紫になってるんですけど、はい、まあ、これオレンジのやつは中が赤になってたり、この青とこのライムグリーンのやつは中のバネがこれに白くなってます。で、口金のところのこの色とかが、このブルーとライムグリーンに関しては黒になってるような感じです。でもですね、これ結構素敵なカラーリングなんじゃないかなと個人的に思います。はい、というのはね、まあ、こんな感じの大体仕様になってるという感じです。はい、でね、実はですね、これなんですけど海外仕様のやつがありまして、それだとね若干ちょっと変わるとこがあるんで、それを皆さんに紹介したいなと思います。それがこちらになります。まあ、今となっては日本ではなかなか手に入れるのはまあ難しくなってるんじゃないかなと思うんですけど、一応海外仕様のやつはねこんな感じで、ジョルトって読むのかな、JOLT っていう風な感じになってます。はい、でね、まあ、どこが違うかと言いますと、ここのね消しゴムの部分なんですよね。はい、まあ、海外仕様のやつは全部これ黒になってるっぽいんですけど、はい、日本の仕様だとこれが白になってるんですよね。うん、個人的にはこれ白の方がいいと思うんですけどね、まあ、消しゴムをなんか一種類に統一したみたいな感じなんですかね。まあ、こんな感じになってます。はい、まあ、ここのところの単純にこのロゴの部分、まあ、名称の部分と、あとは消しゴムの部分が若干違うよぐらいの、なんかこんな感じの仕様になってます。はい、じゃあさらにですね、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、じゃあこれね、口金のところ開けてみるとね、ちょっとね個人的に驚いたことがあったりするんですよね。じゃあちょっとこれ開けてみたいなと思います。ちなみにですね、ここのね上の部分もこれ開けようと思うと、そうですね、まあ、これちょっともう貴重品なんであんまり無理させたくないんで開けてないんですけど、ここの上のところにこれ実はこの溝みたいなのがあって、ここをカチッてすると上がなんか外れそうな気がして、まあ、この中身のねバネとかこういうのとかも、まあ、もっと取ることができるんじゃないかなと思うんですけど、じゃこれね取ってみるとね、中皆さんどうなってると思います？これ、はい、じゃちょっと開けてみますね。はい、ここ開けてみると、はい、まあ、ここなんですけどね、はい、ここ開けてみますね。はい、こんな感じになってます。じゃーん、はい、こんなに大きな、実はね金属のこういうようなチャックが出てくるんですよね。もうこのねチャックというか、このチャックリングがねめちゃくちゃこれ大きい感じになってるんですよね。ここがね結構個人的に面白いかなと思いました。
いかがですかね、このチャックリングすごいですよね。しかもむちゃくちゃこれしっかりしたようなね、あのリングがついてて、しかもこれね二重構造になってるんですよ。これなんか面白いんですよね。これ外側がなんかこうなってて、さらにこの内側のところにこういう風に入ってて、この三つ股のチャックもむちゃくちゃこれでかいという風なね、はい、ここのところすごく金属めちゃくちゃ頑張ってるのに、この先端のところのガイドパイプのところ、はい、ここのところがねプラスチックに、ね、なってるというふうなね、なんかこんな感じのね、まあ、いろいろと、まあ、突っ込みどころがあるような構造なんですけど、まあ、一応こういうふうな感じのやつになってます。でこれあ、ここから出てきたんですね。上から止まってるかなって思ってましたね。はい、でここのところがね、これ当たるところが、まあ、ここになるんで、ここのところ大きくしてるのかなと思いきや、まあ、ここのところで実は止まるようになってるんですよね。なんでここなんでこれ二重構造にしたのかなとか、ちょっと個人的にこの辺がね、まあ、分からないところなんですけど、まあ癖が強くて面白いなっていう風な感じで、まあ、個人的にはまあ大好きな一品になります。はい、ということでね、まあ、戻してあげると、まあ、こんな感じになるんですけど、はい、皆さんいかがですかね、これ。はい、個人的にはね、まあ、まあ、安い値段で結構高いやつとかに、まあ、目が行きがちだったりとかね、まあ、新製品に目が行きがちだったりするかもしれないんですけどね、まあ、あえてですね、まあ、こんな感じで古いやつの安いやつとかに目を向けてみると、こんな新たな発見があったりとか、まあ、いろいろこんな感じで話すこともできたりもするんでね、まあ、個人的にはいいんじゃないかなって思ったりもします。まあ、ぜひですね、ヤフオクとかメルカリとか、あとはですね、お店で偶然見つけることができたらね、まあ、買ってみても個人的にいいんじゃないかなという一品になると思います。あとはですね、ここのね内部のこのフレフレ機構のまあ、より詳しい原理とかですね、まあ、その辺とかも自分動画とかでまとめたりもしてるんで、まあ、そちらもね合わせて見ていただけるとより一層楽しめるんじゃないかなと思います。はい、というような感じですね、まあ、今回はね、まあ、いろいろちょっと廃盤に目を向けてみた感じなんですけど、このペンテルのシェイクの紹介でした。まあ、この動画が良かったという方はぜひグッドボタンでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。